セクシー田中さんの原作改編を背景に、原作者の芦原日奈子氏が亡くなった事件、芦原氏が命と引き換えに自身の作品を守ろうとしたこの悲しい事件を皮切りに、作品の原作者の権利や業界での立場の弱さに関する漫画家たちの訴えが後を絶たない。漫画海猿の作者として知られる佐藤秀峰氏もノートに自身の体験を綴り、漫画家たちが命を削って生み出した自身の作品が勝手に改変され、メディアにいいように消費される苦しみを訴えたのだ。今回は、ぬほど嫌だった海猿原作者が明かした漫画家たちの現状とその苦悩、原作を軽視し続けるテレビ局や制作会社の悪行と、それに対する世間の反応を紹介していく。日テレで制作されたドラマ「セクシー田中さん」の原作改編問題を皮切りに、複数の大物漫画が声を上げ始めた。漫画や小説を原作とする映像化作品の制作においては、原作者の意向が無視され、その設定やストーリー、登場人物のキャラクター設定までも改変するということが、業界では当たり前のように行われてきたという事実が明るみになってきている。一般人の感覚からすれば、漫画や小説ファンでなくとも、原作者は尊重される立場にあるはず、そうあるべきだと考える。しかし現実では、残念ながらそうではなかったのだ。海猿やブラックジャックによろしくなどの代表作で知られる漫画家の佐藤秀峰も、今回の事件を受けて声を上げた一人である。ぬほど嫌でしたというタイトルで自身のノートにある記事を掲載した佐藤氏は、海猿の映画化の際に自身が受けた制作側からの仕打ちを告発した。当時から人気を博していた漫画海猿、それに続いて同じく大ヒットしたのがブラックジャックによろしくだ。ブラックジャックによろしくは連載開始から2年と経たずにテレビドラマ化され、その話題性から海猿に関しても複数の制作会社やテレビ局から企画書が届いていたという。そんな中、ある日突如として海猿の映画化が決まっていたのだそうだ。詳しい話を原作者である佐藤氏は全く聞かされない状態で映画化の話は進んでいく。企画段階では真剣に考えなくても大丈夫だという編集者の言葉を真に受けて軽い気持ちでいたという佐藤氏。しかしある日、それは決定事項として原作者の佐藤氏に伝えられたのだ。当時、ブラックジャックによろしくの週刊連載の執筆に追われていた佐藤氏、時間的にも映画化の話についていくことは不可能だったのだ。その後も原作者抜きでどんどん企画は進み、最終的に映画は完成。佐藤氏は当時のことをこう話している。嫌だったけど、映像化は名誉なことという固定観念がありました。映像化決定のプロセスが嫌なだけで、出版社もいろいろ動いてくれたんだろうなと。原作使用料は確か200万円弱でした。試写会に呼ばれたかどうか記憶が定かではありません。映像関係者には一人も会いませんでした。脚本見たことがありませんでした。ブラックジャックによろしくを週刊連載中で忙しかったこともあります。好きなようにされていました。作品が自分の手から奪われていく感覚がありました。漫画と映像は全くの別物であると考えました。そうしないと心が壊れてしまいます。また今回問題のテーマになった原作改編について、出版社はテレビ局には、原作者は原作に忠実にやってほしいとは言っていますけど、漫画とテレビじゃ違いますから自由にやってくださいと言います。そして漫画家には原作に忠実にやってほしいとは伝えているんだけど、漫画通りにやっちゃうと予算が足りないみたいなどと言いくるめますなどと話し、不信感をあらわにしていた。原作者が全くと言っていいほど関与せずに進められた漫画の映像化、このような出版社の身勝手な動きについて、当時の葛藤と報酬の低さをはじめとするその背景にある漫画家に極めて不利な構造を解説した。海猿のテレビドラマ放映が終わり、映画第2弾が公開になった頃には、自分こそが海猿の原作者だと名乗る人たちが現れ始めたという。一瞬どういうことか解せないが、どうやら作品制作のための取材に関わったり、エピソード提供をしたりした人たちが漫画の原作者と名乗り出る事態が起き始めていたようだ。佐藤氏の文章内には名前こそ書かれていなかったが、文芸評論家の小森洋一氏ではないかという説が有力なようだ。その人物は実際に漫画制作にも携わっており、次回作の脚本執筆まで名乗り出たのだという。ここで佐藤氏は初めて原作者の権利を行使し、
フジテレビでの続編の映像化を拒否。さらに子守氏とみられる自称原作者とは以後作品に関わらないよう契約まで交わしたとのこと。自身の漫画を奪われないために佐藤氏はここまでして戦わなくてはならない状況だったのだ。これはどう考えても異常事態である。さらに業界の原作者軽視を象徴するエピソードとして、佐藤氏が海猿の主演俳優である伊藤英明氏と初めて顔を合わせた際の仕打ちを告白した。一度映画の撮影を見学に行きました。たくさんのスタッフが働いていました。プロデューサーが主演俳優を紹介するというので挨拶に行きました。撮影前だったらしく、その俳優はピリピリしていました。プロデューサーが話しかけると、原作者喋んなきゃダメと吐き捨てました。嫌なやつだと思いました。映画制作の現場で、あの海猿の作者である佐藤氏ほどの漫画家がこれほどまでに軽視されていることに驚く。佐藤氏はこの文章内で具体的にその俳優の名前こそ明言していないが、これが俳優の伊藤英明氏であることは明確だ。佐藤氏に言及された伊藤氏は自身の SNS を更新、海猿は自身にとって特別な作品であることや、20年前に原作者である佐藤氏と会った際にサイン入りの原画を送られたエピソードを原画の写真とともに投稿した。しかし佐藤氏に対してした礼を書く自身の言動に関しては否定もしなければ認めて謝罪することもなかった。その後新たにノートに記事を投稿した佐藤氏はこの伊藤氏の投稿に対し、伊藤さんの大人な対応に自分の未熟さを恥じるばかりですと反省の言葉。ところが直後に佐藤氏が初めて現場を訪れたのは今から約10年前であるとし、伊藤さんが会った佐藤先生とは一体誰だったのでしょうかと反撃したのだ。このやり取りは物議を醸した。サイン入り原画のエピソードの真相もさることながら、佐藤氏はこのやり取りによっていかに業界の人間が原作者をないがしろにしているかということを伝えたかったのではないだろうか。佐藤氏がノートに掲載した一連の告発を発端に、ネットを中心に業界での原作者の立場について多くの議論が飛び交うこととなった。実際は原作とドラマどっちの方が見られてるんやろ。ちなわいはドラマしか知らん。比べられない。ドラマやテレビは母数が違いすぎる。芦原先生もこの人くらいずぶとければよかったのにね。前からこの人いろいろとトラブル起こしているよね。本当はこの漫画家に問題あるんじゃね。いや、この人が変っていうより好き勝手された不信感の積み重ねでそうなったってことだろ。それがやっと理解できた。この原作者は散々むちゃくちゃなことをされて頑なになってしまっただけ。作者も多少アレなとこはあるとしても、出版社とテレビ局がヤバすぎる。 Me too 原作者か。言うてもこの人は記事にあるように以前から発信してたでしょ。田中さんので注目され始めたってだけ。実際ドラマの内容原作と全然ちゃうよな。海猿の原作とか誰も知らんやろ。原作は危険な仕事の中、犠牲者が出ながらも命のバトンつながれて主人公に託されていくって話。命や使命がテーマって感じの作品だけど、ドラマ版はひたすら主人公がかっこいいというヒーロー恋愛もの。頭悪いドラマ見る層には後者の方がいいのかもしれないね。原作使用料って安いんだな。映像化しても原作者にはメリットないじゃん。5ヶ月くらいめっちゃ金かかった CM 垂れ流してるようなもんやからな。普通に企業がやろうと思ったら10億でも足りへんとちゃうか。紅白はギャラ安いけど視聴率高いから宣伝目的で出る歌い手が多いようなもん。まあでも今回のでもそうやな。ある程度売れてないやつはそもそも知名度もないし、しゃあなくないかと思うわ。海猿かてドラマなきゃ存在知らんかったわ。いろいろ言ってるけど、一度金で解決してることからも分かる通り、結局200万しか払わないのが全ての元凶やろ。そらめんどくさい原作者に関わりたくないよねって証明してくれる人が多すぎる。で、自分の権利について正当な主張をして企業と交渉しただけで厄介者扱いなわけ。法律では著作者を最大限保護するようになってる。要するに原作者が一番偉い。なのに出版社も契約相手も漫画家を利用することしか考えてない。こういう状況は変えていくべきだよ。同じことがまた起こるぞ。まあ宣伝で大体の評価が決まるようなもんだしな。エンタメなんざワニだろうがなんだろうが流行る。だから電通がでかい顔できるんだろう。海猿映画の後にコミック売り上げ上がったならええやん。上がってないなら文句も仕方ないけど、漫画家の言いたいことは映画で感動した人に漫画買って読んでもらえばええやん。
金が手に入れば満足かどうかは原作者が考えることであって、お前が口出すような話じゃない。その選択は原作者にあるべきなんだよ。原作が売れたからドラマや映画になったことが理解できないアホって本当多いんだな。ドラマのおかげで売れた。物知らんバカは黙れって毎回思うわ。嫌なら契約を打ち切る権利は作者にあって、それで実際に打ち切ったんやからそれでええやん。そうするともう次はないって脅されるんやで。ある程度ヒット作のある漫画家ならそれでいいが、新人作家は言えるか。最終的な負債のリスクを負ってるのは原作者ではなく会社だからしゃあない。原作に忠実にしてほしいなら希望を伝えるんじゃなくて契約で縛っとけよ。契約通りに金は受け取ったくせに後からぐちぐち言ってんじゃねえよ。セクシー田中さんはそうだっただろ。原作に忠実にが一番の条件で OK したのに、プロデューサー、脚本家、出版社で寄ってたかって追い詰めて、脚本で改変されまくって、最終的に原作者が亡くなった。原作ものがある作品のクソさ加減って結局、佐藤修法が言ってた、僕が漫画で書きたかったこととは全く違いました。これなんよな。物語の根底や骨子の部分を理解せずに、側だけ拝借して楽して作って、70点目指して黒字になればいいや。こんなん最近のナロー系とやってること変わらん。逆に言えば原作者が作品に込めた思いや意思、根底のテーマを理解した上でのアレンジは全然いいと思うが、それができんのが今のメディア業界なんよな。漫画家って文字通り命削って作品作ってんだよ。だから芦原さんもそれを守るのに必死だった。それをたかが200万でめちゃくちゃにされていいわけがない。この問題はきちんと見直されるべきなんだよ。フジテレビは16日、都内の本社で定例社長会見を行い、日本テレビ系ドラマセクシー田中さんの原作者で漫画家芦原日奈子さんの逝去について言及した。東京ラブストーリーなど多数のヒット作を手掛けた太田徹専務取締役は、フジテレビも多数のコミックや小説を映像化しています。肝心なのは原作者、出版社、脚本家の信頼関係にあると思っています。原作へのリスペクトは最大限持たなければなりません。でもドラマならではの魅力を引き出したいと制作サイドが思うことはあります。脚色していくわけですから原作者への理解も当然必要になりますなどと話した。一方で海猿の作者佐藤氏が実写シリーズの裏側にあったトラブルを自身のノートで明かしたことについては、20年以上前ということもあり覚えていないということもあります。ここで具体的な話は控えさせていただきたいと思いますなどとコメントしている。フジテレビは信用するに値しない会社と絶縁宣言した佐藤氏に対し、このようなコメントを残したフジテレビ。太田氏がたまたま問題の詳細に関して感知していなかった可能性も捨てきれないが、だとしてもこれだけテレビ局に批判が集まっている状況で、この言い方は開き直りのようで、前述のコメントとは矛盾するようにも感じる。果たしてこの議論の先に漫画家たちの現状の改善は実現するのだろうか。今後の展開に注目が集まる。